隊長隊長、写真撮って写真撮ってみたいな、すごいミーハーな人なのよ。最初に出会ったのが服飾デザイナーって菊池武雄さんで、ああそうね、あの人とも仲良しで、私だって菊池武雄さんと一緒にじゃあの楽屋に行ったの、うん、ね、あの人すごいいい人だよ。でさ、コンサート終わった後にさ、隊長楽屋行くわよとか、楽屋ですかって言ったらさ、布袋さんがいて、あ、やっこさんどうもみたいな感じでしょ。あ、じゃあ布袋のあの衣装もやってるのかな。うん、それはね、違うんだ。あ、でもスタイリストやってたのかな。やったかもね、うん、でもなんかすごい個性的だもんね、布袋もね。あれよ、うん、仲良し。その楽屋にさ、あれがいたよ、マストーヤユミさんとか、あの、なんだっけ、ギターズモレの一人のあの奥田民生さんとかや、うん、でなんかその人たちとは目もくれなかったけども、布袋さんのとこ行ってさ、もう犬のようにじゃれついて、で写真撮るんだけどさ、もう背のさ差がこんくらいあるわけよ。で写真撮って、でじゃあチャーに会いに行くわよとか言ったら、楽屋から出てってあそこに行ったんだよな、あのロビーみたいなとこに連れてかれて、そしたらチャーさんがファンに囲まれてさ、たらチャーとか言ったら、あ、やこさんみたいな、すぐ寄ってきて、でまたその写真撮ってさ、で俺これだけはちょっとここをスルーしたら後悔すると思って、やこさん一緒にお願い、俺とチャーさん撮ってくださいっつって、でツーショット撮ってもらったのが初めてかな、チャーさん。あるのかな、うーんとね、あれはまた別の機会なんだけど、私さ、なんかあのなんだっけ、斎藤誠っていうじゃない、うん、あの人と一緒にバンドをやってた、ドラムのなんか役者もやってるドラマーの人が、ド忘れしちゃった、すごい人気ある人なのね。でその人がなんかベネチア映画祭かなんかに、あのその映画が、あ、その人が出た映画がこうノミネートされて、ジョニー吉永さんの息子さんじゃなくて、違う、大森奈央じゃないよね、違う、そう違うな、大森奈央はあれだ。でとにかくそのさ、あれとね、あれ斎藤誠、斎藤、あれ和義かと一緒にバンドをやってるあのドラムの人なの、中村達也だ、はいはいはい、あれでブランキージェットシティの元ドラマ、そう、もうその村、なんだっけ、中村達也さんとアッコさんがまだすごい仲良しで、そうなんだ、そうで、あの人がそのベネチア映画祭に行く時のあれをアッコさんがスタイリストこれとこれをこうやってしたらいいわよって言って、で、ある時やっこさんが電話あって、ブリッツでその2人がやってるバンドを招待されたんだけど、1人で行くのが嫌だから一緒に行こうって言って行ったので、行ってまあキーキーキャーキャーすごかったんだけども、で例によって楽屋行くわよみたいな、で楽屋に行って、でその達也さんになんかキャーみたいな感じで話してて、写真撮りましょうって言って、その時は私なんかあんたも一緒にって言ったら、なぜか知らないうちに斎藤和義もやってきて、斎藤和義もその写真に収まって、え、そんな写真があるの、あるよ、見せて、後で、え、見せたことあるよ、本当、そしたら、あ、大森奈央も来てた、大森奈央も来てたし、斎藤信、あの、うん、とパーカッションのね、あと奥さんの夏木まり、夏木まりの旦那でしょ、うん、2人で来てた、斎藤信の奥さん夏木まりだよ、そうだよ、つるとんたんね、うん、来てたね、大森奈央すごい大きかった、背が、背大きいんだ、190ぐらいあるような感じ、すごい背が、そんなでかいんだ、180は絶対超えてたと思う、あるよ、斎藤和義がボーっと立ってる大森奈央もバンドやってるもんね、そうそう、あの人ずっとバンドやってんだよね、結構俳優で多いよね、うん、俳優としても優れてるから、ね、うん、スタイリストいないの、隊長は、いないね、でもトミヘンにはスタイリストいるね、え、翔子ね、いるの、いるんだよ、それでいろんな衣装持ってるんだけど、俺も頼むわって言ったらさ、最初の時にああいいですよって言ったけど、2回目以降あったらさ、あー無理無理、リキさん無理無理、そんな体じゃっつって翔子痩せてやるからなそれってあれなの、
いや別に素人なんだけど、うんうん、衣装いっぱい持ってて、うん、あのトミーってほら、うんうん、料理人さんだから、うんうんうん、まあ別に別に服のセンスが悪いってわけでもないけど、やっぱりそういうこうさ、ちょっとトミ編、あ、ジミ編みたいな格好っていうのは彼がね、うん、うん、だから何パ、ベルボトムとかさ、派手なベルボトムとかね、うんうん、シャツとかね、もともとだけど実はさ、あのシャツとかおしゃれなシャツ着てたよトミーって、その正吾と出会う前から、だからヤッコさんね、ヤッコさんね、うん、あ、それでチャーのなんか新しいアルバムの1曲目なんかスタイリストヤッコさんとかいう歌手のヤッコさんの歌があるんですよ。あれだよね、多分ビデオもあるってことは、あるよ、なんか シングルカットじゃないけどそういう何回の、ね、収録されてるんだろうね、うん、あ、だからアルバムの中の曲だけど、あれはビデオも作ったから YouTube で見たよ俺、見た見た見た、うん、そんなすごいんだ。もうでもすごい可愛い人、うん、でさ、のんさんもそうだし、やっこさんもそうだったけど、うん、各々で違う企画でトークショーをやったの、うん、いずれもチャーが呼ばれててさ、うんうんうん、だからのんさんとチャー、やっこさんとチャーみたいなトークショーがあって、うんうんうん、2回ともね呼んでもらったよね、うんうんうん、で俺はやっこさんとチャーのトークショーの時に終わった後にサインもらったよね、ギターのヘッドの裏にサイン、あー、なんだっけ、あのちょっとピンクっぽいギター、ね、バーガンディミストっていうバーガンディミスト専門用語言われてもよくわかんないあれでしょ、バーガンディミストっていうのはブルゴーニーの霧っていう意味なんでしょ。そうなんだ、あー、そう、バーガンディね、はい、あとほらストーンズの最初のレセプション時の一緒に撮らなかったチャート、あれは鮎川誠だけ、ね、ストーンズ展っていうのが何年か前にあった時に、ありました、ね、そのアンバサダーで鮎川誠とチャート、うん、あとドラム叩く女の人カフ、シシドカフか、うん、だったんだけど、そのまあオープニングの前の日にレセプションがあって、レセプションみたいなそこに来てて一緒の写真撮ってたよね、撮った、その後日に改めて一人で行った時かな、その時に会場にチャーもいたし、シシドカフカもいたし、あゆかわもこともいて来てたっけ、でその時にチャーさんとあゆかわさんにツーショット撮っていただいた。あれ一人で来た時、あのレセプションの後も来てた、俺2回行ったと思うんだよね、俺はね、ジャンプがスカジャン買った時は、あれレセプションの日でしょ、うん、その後一日来たっけ、来たって、私ストーンズ店ほぼ毎日行ってたじゃん、じゃあ一緒に行った時かな、で私いっぱいチケットあげたじゃん、それで行ったんじゃない、多分そう、だから私が絶対いないわけないよそこに、そっか、うん、でもあんまりその記憶がない、その初日しかないの、なんかね、俺ちゃっかりあゆかさんとチャーさん、いや、だからみんなでレセプションで、あ、どうもこんにちは、ありがとうございますとか言ってて、パッと見たらもうそこで写真撮ってたっていう、素早いなと思って見てた、この機を逃したら後悔すると思って、すごいよねそういう時、刺さっていくよね、だってもうこの機会逃したらもうないじゃん、私ね、それができない、その一歩が踏み出せないの、でさ、うん、まあそういう、その通りチャーニーさんに話は戻るけど、うんうん、そういう機会があって、うん、やっこさんとかのんさんのおかげでね、チャーさんとも出会うきっかけができて、そうだよね、都合3回ぐらいだから記念写真撮っていただく機会に恵まれて、うん、サインもやっこさん通していっぱいもらったしね、チャー、うん、うん、私は結構まあそれよりとか、その時にその菊池武雄さんと一緒にチャーのコンサート見て、うん、一緒に楽屋来てみたいな、すごい本当いい人なのよ、でまあそのようにですね、うん、まあチャーさんの意外な交友関係というかね、スタイリストさん、ミュージシャンばかりではなく、うん、でその交友関係といえば、まあ近、すごい近いんだけど、奥さん、チャーの奥さん、外国の人だっけ、ハーフか、モデルさんだったのかな、うん、見た感じはもうさ外人さんそのものだったよ、うん、あのノンさんのトークショーだったかな、いらっしゃってたけど、ね、あ、そうだっけね、めちゃめちゃ美人、マクファードンっていう名前は、マクファードン。で、奥様が、うん、
結構詩を書いたりするんですよ。へー、うん、俺が見つけた時インデックスってアルバムを出した時に、うん、歌詞カードとか見たらなんとかマクファードンっていう人名前が出てて、それが何曲か出ててさ、誰だろうこの人とか思って、で後でその人が奥さんであったっていうことを知りました。だからね、そういう才能もあるお方だったんですね。でね、まあ、チャーはね、その音楽的な優れた一面も当然あるんだけれど、うん、ビジネスマン的なね、うん、すごく、ああ、そつがないなというか、しっかりしてるなと思ったのは、自分のアーカイブ、音源的なアーカイブをきっちりと、話題、ちょっとさっき話題に出たけどさ、キングクリムゾンがさ、うん、コンサートするためにライブ版を出す、うん、チャーも同じことやってるんですよ。へえ。何月何日何月何日、うん、何月何日、だからそのライブ版がいっぱい出てるわけ、うん、あとグッズ、うん、グッズがね本当に出来がいいんですよ。へえ、見たことない。そう、私も見たことない。俺最近入手したんだけど、あのストールとかがさ、もうどっかのすごく老舗とかさ、いいところで作ったストールとかさ、あとジーンズとかもさ、ちゃんとした生地使ってますとかさ、そういうすごい素材にこだわっててさ、だからなんだろう、いわゆるミーハーグッズじゃないの、ちゃんとしたグッズなの。 T シャツのデザインも秀逸だしさ、で、あとあれだよね、シグネチャーをすごくいっぱい作ってる。ギター、うん、フェンダーの竹のギターとか、ね、フェンダーのカスタムショップと やってるんだね。やったりするからね、まあ、そういうクラスだよな、うん、だからそういうのもさ、やっぱりなんていうのかな、自分のそのなんていうのかな、立ち位置をちゃんとプレゼンテーションできないと、フェンダーとかさ、ああいうところからも声かからないだろうしさ。エダヤとかやってたよね。そうそう、うん、で今はね、確かそのなんだっけ、あの商店街、戸越銀座商店、うん、あそこにご自宅があるみたいなんですけど、スタジオ兼ご自宅みたいなところがあって、元竹中いいんだね。で、あ、そうなの、だからお母さんが名所だったから、うん、そこじゃない、で、そこの そこを会社にして、実家レコード、へー、実家レコードっていうの、それ実家だからだと思うよそういう意味だったんだ。あのね、あの人のネーミングっていちいち洒落ててそう、実家レコードとか、あとそのアルバムでさ、インデックスっていうね、アルバムは、うんうんうん、なんでインデックスになったかって言ったら、うん、曲の並び順をめんどくさいからインデックス順にしちゃおうっつってインデックスになったおしゃれだよねそうそう、あの人ね、ネーミングすごいセンスあるんだよね。私たちのさ、友達でさ、なんか近所に住んでて、妹さん、あ、お姉さん、あ、妹さんだ、なんか幼なじみだか同級生で、チャーの初恋の相手だって言うんで、うん、昔その多分歌謡界にいた時だけど、うん、あの番組でさ、テレビの初恋の人に会う、うん、はいはいはい、それに出た人がいるそう、お姉さんと俺たち仲良しだね。そうそうそう、うーん、美人姉妹でしょ。そのお姉さんともクラフトのつながりなんです。そうそう、ホームページやってるような、うん、あの S レイラ S、 あ、 S レイラ S さんね、うん、だからよく見てましたよ、あのホームページは、うん、書き込みも何回かしたかな。唯一残ってんじゃない、あの頃のホームページで残ってるというか生きてる、うん、あの BBS がね、うん、もう他のはもう全部休眠中だよね。そう、